コスモケラトプスコスマセラタップスはアメリカ合衆国ユタ州の白亜気候機の地層から発見されたケラトプス類に属する恐竜。名前は古代ギリシャ語で装飾された角の顔という意味である。特徴的な内側に湾曲したホーンレッドから他のケラトプス類と区別される。コスモケラトプスの化石はグランドステアケースエスカランテ国定公園内にある。 カイパロイッツ層から発掘された。2010年に同じく国定公園で発見されたユタケラトプス及びカナダアルバータ州産のバガケラトプスと共にサンプソンらによって命名された。模式種はケイ・リチャードソンイ。この種庄名は本種のホロタイプとなった個体や同国定公園での多くの他の化石を発見したアマチュア化石ハンタースコット・リチャードソンへの懸命である。 黄色で示されたものが発見されている部分、コスモケラトプスは他のどの生物とも異なる奇妙な頭の持ち主だった。目の上の角は長く薄く尖っている。この角は頭骨から横方向に伸び、下向きに湾曲しており、そのような方向に角を発達させたケラトプス類は他に知られていない。微角も他のケラトプス類と比べて異様に後方に位置しており、 眼科より少し前のほぼ額の上に備わっている。その形状は刃物のように平たいが、尖ってはおらずコブ状である。フリルの長さは相対的にどのケラトプス類よりも短く、長い種類のそれの半分しかない。フリルには1体の穴が開いている。それは非常に小さく、フリルのかなり後ろの肩に位置する。 これらだけで十分似たのカスモサウルス赤と違いすぎるのだが、コスモケラトップスは奇抜なホーンレッドによって知られている。8本のフック状の構造がフリルの円についており、フリルの前方に伸び内側に向かって湾曲している。別の2体はフリルの両端に位置し、外側に鋭く伸びる。これにより、角及び角のような構造が15本備わっていることになり、 15本の角を持つ恐竜として発表当時も話題になった。コスモケラトプスの生態復元図系リチャードソンイの東湖追加サンプソンらによる系統樹、白亜紀後期カイパロイッツ層の化石は北米を西のララミリア大陸と東のアパラチア大陸に分断した西部内陸回路の西岸近くに位置していた。恐竜が暮らしていた大地は大きな水路と 豊富な湿地帯の小託河川が支配する古代の氾濫源であり、高地に接していた。気候は湿潤で湿度が高く、豊富で多様な生物が生息していた。この地層は世界で最も良好に後期白亜紀の陸上生物賞を記録している地層の一つである。コスモケラトプスは自然環境をユタケラトプスやナストケラトプスといった他の ケラトプス類やドロマヨサウルス類、トロオドン類のタロス、ティラノサウルス類のテラトフォネウス、パラサウロロフスやグリポサウルスのようなハドロサウルス類、アンキロサウルス類の赤いナケファヌス、オビラプトル類のハグリフスといった、いった他の恐竜たちと共有していた。カイパロイッツ層の小環境には、軟骨魚類、サンショウウウを、カエル、カメ、トカゲ、ワニ、有体類や、 食虫類のような多様な哺乳類も含まれていた。ありがとうございます。